港の役割や大切さについて学んでもらおうと、唐津市の小学生がフォークリフトなどの作業を体験しました。大型のクレーン車を回転させたり、荷物を運搬するフォークリフトを操作したり、今日唐津東港で行われたのは港の見学会です。下ボタンをずっと、おお、すごい、急に西唐津小学校の3年生およそ40人が参加し、実際に使われている作業車に乗って港の仕事を体験していました。操作をして止めるところが前に引いたり下に後ろに引いたりして難しかったです。港がなかったらちゃんと荷物を運んだり船が止まったりすることができないんだなと思いました。この取り組みは港の役割や大切さについて地元の子どもたちに学んでもらおうと、唐津港湾事務所が毎年開いています。